多分初登場になると思うんだけど、俺もあいつの仕事初めて見るんじゃない。はい、せーの。お前やんがいって分からんね。はい、この差が見たいよね。お前何回も反対されるだろ。350。おはようございます。おはよう。おはようございます。シャキッとせい。おはようございます。シャキッとせがい。おはよう。おはようございます。お疲れ様です。本日多分初登場になると思うんだけど。いや初。ただし。初じゃない。遅刻動画でも出てる。遅刻動画に出てるか。もう最後俺もあいつの仕事初めて見るんじゃない。私もですよ。一回お茶休憩しやね。お茶持ってきとるね。もう凝っててる。あの張り切っとる顔、あのカメラ意識したあの顔、うん、あのカメラを意識しとる顔、してないです、してないです。何あいつの意識しとる感じが、めちゃめちゃ意識しとるよ、お前カメラ見ないようにね。あ？カメラ見ないようにする。カメラ見ない。逆意識しちゃうと思う。なに？はい。あ、そうです。あいつ、なんか張り切っとるの？なんかちょっと張り切っとるの？めちゃめちゃカメラ意識しとるな、あいつ。してないです。してないです。こっちの方、ミンっていうことがもう意識しとるかな。時間大丈夫？全然大丈夫。今日そんなパターンはしない。僕らは。あ、ほんと。終わったところに応援に行くって感じ。そうそうそう。お前ら女で遊びに金があったらまあ買えよ、お前ら前借りとかしょっちゅう行っとらんと。職人側は格好だぞ、マジで。本当に俺いつもピンピンのやつって、我が家とか買えないよ。それプライドだろう。あー、痛いのもいいよ。いやいや、仕事しながらいいよ。ちょっと優しさ出す。あ、ちょっと優しさ出すもんね、途中で。凍ってるやつって言って仕事だよ。すっきり。いや、飲めよ。凍ってるから。凍ってるから。ちょっとね、これどっちが動くの？いや、全然こっちですけど。どれぐらい経験しょ？僕で多分2年半ぐらい。うちに入る前で？そうです。足場？もうこういう民間も全部やって、はい、マンションからだけじゃないですか？そうです。今は？自分は完全に未経験です。完全に未経験。完全つけんだよ、未経験でいいと思うけどな。僕は未経験ですって言ったんだけど、完全に未経験じゃないか。そう、完全の完全にはお前ですか。うん、でもお前なんか親方やっとっただろ。自分でトラック持って受けでやって、従業員も使ってやったわけだろ。9年です。この差が見たいよね。そうですね。9年、2年。え、年いくつだ。20歳。何でお前なんか、ほいお前45に向かって、失礼だお前、いい顔すんなお前。ちょっとあったー、ふざけんなお前、45な、こっち。いくつだ。20歳だよ。カバー持ってるよ、蹴りになっちゃうわ。いやいや、視聴者によくカバー殴るなんていいけど、これ持ってないと蹴りになっちゃうわ。どうすごい。そう、お前20歳。お前20歳。僕28です。え、今僕28です。28？ はい、28で用意やろうと思った。あの縦でいくつ。僕永遠の小学生です。もういいって。それは頭の中ですよね。もう嫁に電話するぞ、これカットしてるぞ。お前の滑ったやつ全部使ったぞ、一回。しかもこれ、奥さんは竹さんどんな人って笑かせるつもりじゃなくてね、普通で小学生みたいな、もう少年がある気候って言ったんです。それをちょっと見て感じてるんじゃないですか。そう、結構嫁リスペクトしてる。結構嫁リスペクト。うちの家系、嫁が一番です。そうだよな、強そうだもんな、お前ね。もう太陽で、太陽で俺が影に。年いくつだ。でも26です。6だよな。で、何歳からこの世界入った。16。あ、16。今日は18。でも28。なんでなんで今年だって。なんでなんでしょね、もうなんていうんでしょう、
YouTube 見て YouTube 見てやってみたいって最初思って、あなたもともと全然何やったの？まあ、新工場の現場仕事やってて、で、一応何ヘルメットかぶってヘルメットかぶってやってて、何工場内の工場の作業、はい、作業です。メルカリ道場を、ちょうど多分2年とか3年ぐらい前、ほんと最初の初期の頃におすすめで見てて、でそこからもうずっとファンっていうか、なって、でまあだんだん見ていってるうちに、あ、なんか足場やってみたいなっていうふうに。あ、本当。なんだか。なんだかいい趣味でしょ。っていう話。なんかお前、あ、もう。なんかおばちゃんでこんな芸能人おるから、まだ全然私はね、当時そんな感じだったのね。やってどんだけだ？うち来て。どうも3ヶ月4月4月から入って4月2ヶ月2ヶ月目です。どうなの東京全然ダメですお前それも詰めてんぞお前。いや一緒にやっとるすごいですよ。あの言ったこといじってもいいけどダメはダメダメはダメダメはダメ言ったこと一歩後に忘れてます。あーやばい。じゃああれだろ、焦っとるもんね。分かっとるけどできんのだろ。もう振り返った頃にあ、なんでしたっけって言われますよ。え、言ったよ。お前もう全部直っとったらもうちょっと立派な経営者がやっとるぞ。そうっすね。すがすがしいわ今日は。そんな人間なかなか直らんでしょ。まあでもなんか45になっても直らんと思う、ね、アドバイスはしちゃうんですよ。ああまあそうだよな。聞き返してこう来る前に返事する前に復唱してから行けば。言われたも欲しいものを復唱して数を確認してから取りに行けばっていう。手すり2本って、はい手すり2本とかって言うとかでもいいよなって言ったんですけど、一歩後に忘れてました。いや、何なの怠慢だろうって。怠慢だろう。もうそれ怠慢じゃねえか。喧嘩始まるんだよそれで。怠慢ってお前ちょっとお前日本語分かってないな。怠慢ってカタカナじゃないでしょ。怠慢って舐めとるとかふざけとるとか。あ、そういうこと。喧嘩かと思った。怠慢ってもう別に言われてもあはいはいはい。1対1で。あ、そういうこと。前の最後怠慢だぞって。あ、そういうこと。お前が言うんじゃねえか。一対一で喧嘩始まるかと思った。日本語の方だろお前。日本語分かんないやつの方だろお前。勇気があるで、まあ、現場っていうのは究極の体力勝負だで、まあ、所作とかでもいいでしょな。計算ができんとかさ、なんか俺、あれみたいな、NZ さんの、その、なんか、ずっと一緒におる人が、割り算もできるんじゃないですか。あ、見た見た、やばくねえ、あれ。で、社長さんが教えてたさ、段ボールで筆算してるとか。その、1500の販売くずだえ、1位ってやばかったよな。いや、ごめんじゃない。おるもんね。まあ、やれたもんね。お前、自分たちさ、いつだできる。マリさんできる。マリさん、900を3だったり。300円。1000を3だったら。割り切れないです。いくつになる？小数点で言うと。お前が入ってこいじゃん。まあ頭やべえ。それこれ別に頭やべえならんぞこれ。小学校1年生ぐらいもんだから。誰しもが分かるやつだから言っちゃえば。まあ本当に確かに苦手だわ。あ、マジで。だからそういうタイプなんだよ。なんかそういうできそうなの。そういうふうに理解しちゃうんだから。もう理解はしてもいいんですけど、復唱はしてほしいですね。まあ、メモ取るとかさ。めっちゃのんきな顔してますけど、自分できるんですか？できないです。めっちゃ人ごとかのように。500割には、まあ、そうそうだよな、普通わかるよ。700割には無理です。350だすぐ無理じゃあちょっとやってみましょうか。ちょっとじゃあ、まあ、まあいいよ、競争みたいな感じじゃなくていいで、一緒に上バラしさせちゃったよ。お前なんか回転やっとんの？上上がっとんの？やっぱ、一番の中間が多いです。あ、やるよ。はちょっとやってみようかな。ちょっとそこから焦るなよ、絶対。まずレイが上で、お前中間で、はい、はい、待って、いいよ。はい、これ鉄？アルミ？鉄っすよ。あ、ほんと？うち鉄しかないの。いや、アルミあるんですけど、最近マンション多いんで、
テクノロジーが強度的に。おお、結構あいつやるじゃん。ね、遅いじゃん。そこそこできるの。まあ遅いっすけど。お前自分がすごいことばっかアピールしんでいいってもう。もっと下褒めてそれは出たれよお前。確かにそっくりやな本当。褒めてばっかりと甘えちゃうんでだ。褒めてねえだろ。今日なんか素直に褒めてあげないタケさんみたいになっちゃってるんですよ。褒めたっすよ、レイに関しては。本当。はい、せーの。でもまあそこそこあれだな。はい、せーの。でも足らんすよ、まあまあそこそこあれそうじゃん。まあ、広告期待っすよ。奥さんがお前が子供っていうの分かるわ、はい、もうお前もなんか自分が一番でいたいんだな。負けづけやよ、負けづけやんだよな。多分な。もっと貫禄あってドシーンとショットはかっこいいやねん。もう28秒やろ、ちょっと下を上手に使って会社を回してるみたいな。ちょっと声を僕管理職向いてないんですよ。僕管理職向いてない。下育てるの難しいっす。なんだそれ。まあ視聴者が決めてほしいよな、どっちの動きがやっぱいいかな。うん、もうどっちがスピードでどっちが速いとか遅いとかじゃなくて、丁寧さとか、動きがいいなっていうな。丁寧さとか、ああ丁寧さとかな、全部入れて、うん、もちろん普通だぞ。でもやっぱね、やっぱ速くて、なんか無駄な動きじゃないですか、綺麗に見えるよな。まあ、それそうね、ドリフトとかでもそうだけど、無駄な動きがないスイングとかも綺麗に映るし、はい、うまそうだな、下手そうだなって分かるもん。多分上でブレインバスターすると思う。ブレインバスター。はい。はい。爪反対ね。はい、すいません。28でって結構偉いよね。安全帯、安全帯、安全帯、はい、お前やめちゃうんだ。はい。これ使って。一生懸命顔をなんかクール気取ったんだけど、お前絶対重たいだろ、お前顔だけお前クール気取るから体プププって。ハハ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 ハ。あれはダメだな。あれはダメだな。危ない危ない。持つ場所が悪いんだよお前。壁気をつけて。おお。ブレインバスター。あお前全然練習も何もしてないんか、お前。はい、すいません。現場でお前一番したいけど自分から言わんと、お前自分のせいだから飯食っていけんぞ。はい、安全だ安全だ。言ったこと一歩後に忘れてます。お前そんなこともできんのか、お前ちょっと怠慢だぞ、ほら。はい、わざとだろお前。もうそう考えて。あ、そうそうそう。もういけるいける。
届くだろ、途中から、うん、いや、家の壁だけ気をつけろ、はい、ネタあったら終わりだぞ、いいよ、はい、さりげなく解体情報出てるんだけど、壁の仕上がりとかそういうのめっちゃ綺麗ですけどね、めっちゃ綺麗、バカ綺麗、バカ綺麗、そうそう、うちはもう油性とか使ってファッションが全然違う、色の立ちめっちゃなんか艶がすごいもん、よし、あー最後、最後、最後のバラシについてる、里見ロケ、はい、先輩の寮、はい、どこまで練習しよう、はい、飲んでるよ、前何回も反対させるだろう、何でそういうのならなかった、見とけ、この動きだぞ、いつもより3割アップでやってますけどね、動画で張り切ってんのか、動画で張り切ってるけど、あ、はい、読み解けよ、何が違う、見とって何が違う、叩くところもそうですし、うん、まずその、切るの、あ、下を切ってないぞ、うん、下やってないぞ、タシいけない、お前なってないだろ、はい、じゃあ、はい、じゃあ、下ちゃん、皆さん、はい、タケちゃんがバラしとる体験を見ながら、はい、終了したいと思いますけど、はい、ちょっと、足場材の買い取り、はい、と、はい、資材買い取り、はい、まあ、まだホームページとかちょっとできてないんですけど、まあ、テスト的に今、買い取りやってますんで、ぜひ足場の買い取りなど、問い合わせしてください、はい、7月14日オンラインセミナー7月14日、はい、オンラインセミナー、はい、小松野さんがね、業務会社と俺との対談だね、はい、SNS 集客について、まあ、その人もうちよりも成功しとるぐらい SNS 集客大成功しとるのでぜひそこの参加もお願いします、お願いします、何かあった何もぐらいですね、以上になります、はい、せーの、また見てね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 、アジサイが綺麗だな、アジサイのこと、うん、似合わんけどな似合わんけどな、はい、どうでしたか、やっぱまだまだですね、やってて、はい、竹さんと見てまだ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 です、でもなんかめっちゃスカしてたじゃないですかそんなことないです、えそんなことめっちゃなんかできる雰囲気出してできそうって感じの雰囲気は出してたじゃないですか、出てないです、出てないです、勘違い私のそうそうでもまだまだ、まあ頑張ってください。頑張ります。あ、すいません、武弘さん。はいはい。感想。感想？はい。何の？二人のあれを見た感想と。面と向かっては言えんけど、レイは頑張ってると思うし。なんかできる感じ出てましたよね。うん、でも面と向かって言うと、あれも俺と一緒でお調子者なの。調子者そうですね。まあ動画で当たってみろよって感じですね、それは。すぐ上がっちゃうんで今日は落ち着かせとかいい感じで、棚橋は
まあ、もうちょっと頑張りどころいっぱいありそうですね。勉強不足だな。そうです。日々勉強なんだけど。そうですね。まあでも、こんだけきつい仕事を28から始めてるで。すごいですよね。もうそろそろ3ヶ月でしょ、うん、カメラ意識してんな。カメラの前だけだと頑張るんよ。そうです。どうでした、ちょっと感想聞かせてくださいよ。話感想だ。どうでした、感想ですか。はい、自分がやってみてとか、レイ君じゃない、タケさんとかの見て、実際、まあ、今日初めてに近い状態でバラシやって思ったのが、やっぱ、まあ、みんな経験してるからこそ多分簡単にやってるなと思って、実際自分がやってみて思ったのは、やっぱ、まあ、難しいなっていう、そのハンマー一つの使い方でもやっぱ難しいなと思って。あ、レイ君、タケさんは勉強不足です。はい、まだまだ勉強不足です。頑張ってください、ね。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後だけめっちゃうざいですけど。ありがとうございました。